おはようございますすククラシックギタリストの高橋義太良です今日は「男はつらいよ虎次郎の縁談と」こちらは1993年に公開されたシリーズ46作目です、えー、作品のね全体のあらすじの前にですねパッと見て、えーまあ、感じた、えー、この作品の特徴をちょっと、えー、何点か述べさせていただきたいのですがこの頃ですね 同時上映として釣りバカ日誌が同時上映されていました今回は釣りバカ日誌シックスということでだいぶもう油が乗っている時期ですねそれでこの作品の中この作品というのは男はつらいよの作品の中で浜崎伝輔を演じるですね西田敏行さんがトラヤの前を通りかかって例の釣りをする格好で通りかかってトラヤのおばちゃんたちとこう話をすると。 いうシーンがありまして、ちょっとそのね、えー、釣りバカ西と男はつらいのタイアップというシーンがちょっと見られました。あとはですね、えっ、ー、とこの前の作品でごぜん様を演じられていた龍千秋さんですかね、はい、龍千秋さんがお亡くなりになっていたんですね。つまり約この作品の約1年前にお亡くなりになっていたと。 で、今回のその46作目ではえっと第一作で出ていた。第一作でマドンナとして出ていた。午前様の娘ね、えー、さん、冬子役で出ていたまあ。三本幸子さんが久々に登場するという風になっていました。あのー、やはりこうまあ、20数年ぶりの出演ということで、あのー、パッと見ても。 まあ、若いとはちょっとさすがにこう言えないんですけど、品のあるおばさまみたいな感じですね、いう明らかにこうオーラがこう違うと、誰が見てもこう、あこの人違うというのを感じさせて、ん誰かなと思って調べたらあ一、一作目のマドンナの方だったと、な、うんとなくそう言われればこう、面影はこう残っているという感じでした、それで、そのさくらとの会話するシーンがあるんですけど、御前様元気ですか、ええー、元気よと。 いうようよな感じで、まあ、ちょっと御前様の存在を思わせるようなあの会話が、まあ、あったというところでちょっと御前様のことを思いやっているというシーンがありました、はいまあ、ただ実際にはこう亡くなられているんですけども、あのー、そういう感じでねあの思いやるシーンがあったのは良かったのかなというふうに思いますあとはですね、まあえー、まあ皆さんこう年を重ねているとまあ桜を演じている梅晶光子あち Y 千恵子さんもですね、えー、まあやっぱり顔とか見るとそれなりに年齢を重ねてきたなというのはあるんですけどそれ以上にですね、えー、一番感じたのは、えー、寅さんを演じる渥美清さんあとは、えー、タコ社長を演じる、えー、太宰久さんお二人がかなりこう痩せてきたなという感じが正直言うとします渥美清さんはこの作品から、えー、と首にマフラーをかけるようになりましたやはりこう、えー、その 糖病生活であの、全体的に痩せている特に首のラインが痩せているのをちょっと隠すためにこうマフラーをしているのかなという感じがしますでタコ社長もですね、スーツは着ているんですけどこう作品の初期の頃はこうは小太りの人というイメージがあったと思うんですけれども,もうこの作品のあたりはもうですね、だいぶそその背広を着ていてもこうあ痩せてきたなと。 特に顔ですね、顔もかなり小さく細くなったなというのが、こう、まあ、わかるような感じになります。まあ、それでもお二人ともね、えー、本当にあの命をかけて、こう、男はつらいようのね、えー、役を演じきってくれたというのは、本当に、あの、寅さんファンとしてはありがたいという気持ちでいっぱいです。はいえー、話の筋ですけれども に励んでいるとただしこう30社以上受けてもなかなか受からないということでやけを起こしてえまあふっとね電車に乗って香川県に行くとで香川県の琴島という非常に小さい島に行ってですねえしばらくの間こうまあおうちとあるおうちにお世話になって島の仕事をこう手伝いでこう日々を過ごすという形になりました。 でえー、そこではね、えー、そこで働いている看護婦の方とも仲良くなって、まあ、同世代の,その若い看護婦の方とも仲良くなったり、そのお家に泊まっている、まあ、今回のマドンナさんである松坂慶子さん、ね、とも、まあ、あの親切にしていただいて、仲良くなってということで、楽しい日々を過ごしているという形になります。で寅さんは、寅、え、屋、ー、の面々に頼まれて、なんとか光を戻してきてほしいと。 といううことでここででの小島に行きますでこう出会うわけですけれども、まあ、すぐ帰ろうと言ったんですけれどもこの松坂恵子さんですね、まあ、役名・陽子さんですけどもと会ってですね、まあ、一目ぼれしてしまうと、まあ、それはそうですよねあのこの画像を見ていただいても分かると思うんですけれどもあの島でねこんなにバッチリメイクで髪型もバッチリで、えー、非常にこう目立つようなあの柄物色物の服装を着ていると。 まあ非常にこう着飾っているこう女性を見てしまったら寅さんならずともね、えー、どうしてもこう心動かされてしまいますよね。はい、でこのマドンナさん松坂慶子さんは、えーまあ、寅さんのことを非常にこう、まあ、好意に思うと、うんまあ、だから寅さんの方が離れてしまうパターンではあるんですけれども、えー、非常に好意に思うということです。 ですごくあの、まあ、監督の指示もあったんでしょうけれども、うん、この作品での松坂慶子さんの演技というのは非常にこう色っぽい、艶っぽいと、ねえー、寅さんが、あのー、島を出ようと帰ろうとするとだめ、ね、よ、まだ行っちゃだめという感じでこう、まあ、私が言うと気持ち悪いと思うんですけれども、えー、松坂慶子さんが言うと非常にこう色っぽいと、まああいうのを聞いてしまうとこう男性だったらぐらっと、ね、心を。 トラさんならずともこう動いてしまうのかなという感じがこうします。はい、であのこのマドンナさん松坂慶子さんは寅さんに対してまあ惚れている惚れていたということですけれども、まあ、その寅さんの良さというのを、えー、まあ言っている政府があったんですけれども、まあ、すごいいい例えだなという感じが、えー、したんですけれども。その 電気ストーブのような暖かさじゃなくて寒い冬の日お母さんがかじかんだ手をじっと握ってくれた時のような体の芯から温まるような暖かさということをこう、まあ、セリフとしてこう言っていました。ね、体の芯かから温まるような暖かさと まあ初期のね、寅さんにはそういう感じはなくて、ちょっと乱暴な感じ、まあ、人情味あるものの乱暴な感じが、どっちからだかというと目立ったような演技だったんですけれども、うん、終盤の方は、本当にその温かさの方がどちらかというと、多く出てる、時間が長くなってきたかなという感じで、うん、確かに寅さんの魅力をこう端的にこう表しているのかなという感じがします。 まあ最終的にはこう三尾も寅さんも島を出てその女性との関係はあの終わりになるということではあるんですけれどもまああのそして、あの三尾も再び再び就職活動に励むという形にはなるんですけれどもなんとなくねえ爽やかなああのまあ山田洋次監督のねその作る映像美もありますけどすごく爽やかな気持ちでこう見れた作品でした。はい あとはね、47作、48作と、本当に最終盤に向かっていきますけれども、最後までね、寅さんの命を懸けた演技というのをあの、しっかり見させていただきたいなというふうに思います。それでは今日も一日、お元気にお過ごしください。ありがとうございました。